い、どうもこんにちは、今日はですね、結構まあコメントにも多かったんですけど、こいつまあフル充電で30キロっていうところもあって使い方ないじゃないかって、まあそういう声ちょいちょいいただいてます。なので今日は1個仕入れました。じゃあ少々お待ちを。これ今回はこのブレイズの持ち運び用のカバンを買いました。そんでお値段が31,077円になります。いい値段するね。バイク運ぶから結構頑丈に作られてるのかな。ちょっと見てきましょう。まず簡単にここの長さが120センチかな。でここが65。そんでカバンの真ん中のところにはちょっと全部黒で分かんないね、着てる服まで黒だ。なんかね結構広い、この肘のあたりのところまで奥行きがありますね。まあペットボトルは結構余裕で入りますね。いろんなものが入りそうですね。そんでチャックあるのはこことバイク本体を入れるここですね。なんかギターケースみたい。まあここにバイク入れていく感じですね。頑張れば人入り。あーやっぱバイク入るだけあって広いっすね。違う。まあ、という感じで結構広いです。ただ収容できる場所がこことここの2つだけですね。まあ両方とも結構量は入るんですけど、このポケットで十分なのかどうかはバイク入れるときに試しましょう。そんでそこの方にはローラーついてます。これ底の面なんですけど、やっぱりバイクが入るので底の方は固く補強されてます。ローラーがついてるんでこうやってこう引っ張れるように取っ手がついてます。まあこういう形だけ見ると本当ギターケースみたい。ミラー取ったらちゃんとこう寝るんで。あとブレイズのこれミラーね、ほらほら、これミラーとウインカーが一体型なんで、ミラーだけ折りたたみのやつとか売ってるの初めて知ったんですけど、さすがにウインカー一体型がちょっと見つからなかったんですね。また発売されることを祈ります。じゃあ続きね。ミラーどうすんだ。このポケットかな。で、自賠責、バッテリー完成。やっぱ20キロちょっとあるんで、あ、それなりに重いけど、まあ下にローラーがあるんで。まあ、転がすのはすごいスムーズですね。あと1個。え？ちょっと別のと取っ替えときます。まあハンヘル入れてギリギリなので、フルフェイスとかの人は多分入んないっすねこれで。あとはまあリュックみたいにもなってるので、まあこんな感じで行くわけですね。じゃあちょっと出かけてきます。今1キロぐらい歩いてるんですけど、肩痛くなりそう。20キロぐらいあるんでね、どうしてもそうなっちゃうんですけど。あ、けどこうやって見てるとバイク担いでるってあんま分からんないね。手で転がす感じにします。キャリーケースみたいに転がしたら転がしたで物自体が重いんで握力が必要です。
はい、じゃあね、ここから電車に乗ろうと思います。で、大事なのが今回バイクなんですけど、まあ、電動バイクっていうことでちゃんと輪行袋に入れて、まあ、安全面しっかり見ながら乗るっていうことであれば、今回乗る電車に関しては、乗っても OK っていうのを事前に確認してます。多分交通機関とか会社によっては NG のところもあったりするので、まあ、人が多いところとかですね、まあ、そういったところあったりするので、まあ、このブレイズのホームページにも書いてあるんですけど、これを公共交通機関とかに持って入るときにはあらかじめ確認だけするようにしてください。まあ、けどさすがに都会の人が多いところではちょっと持って入りづらいかなっては思うんですけど、まあ、人が多いところほどちゃんと確認するようにしてください。まあ、今回の場所は、まあ、輪行袋にちゃんと入れてるっていうのと、まあ、ガソリンを使っていないものにはなるので、今回に関しては乗ってもいいよっていう確認は取れてます。海沿いまで来ました。じゃあ急いで組み立てます。よいしょ、はあ、戻りました。今回この大きな輪行袋3枚かな、ちょっと電車に乗って観光がてらバイクに乗ったんですけど、まあ、電車乗る前にもお伝えした通り、今回は電動バイクなので、まあ、ガソリンがなかったりとかちゃんと輪行袋に入れてるっていうところで、事前に今回乗る電車のところに問い合わせをして確認して乗りました。なので、まあ、ちょっと乗りたいなっていう人は念のため交通機関のホームページに載ってるかもしれないし、まあ、もし乗ってなかったら問い合わせてみてもいいかもしれません。はい、今回このホイールがついてたのはちょっと面白いですね。こう引いて歩いていけるんで。で、ただ小物入れのところが1個しかないので、構造的にやっぱこのミラーですね、外さないとダメなので、ちょっとミラーといろんな小物が一緒に入るのはちょっとね、傷ついたりするのは嫌な人もいるので、分けれたら分けてほしいですね。まあ、もしくはあのミラーが畳めればいいんですけど、けどまあ実際これ担いで歩いてみてやっぱそれなりに重いなので、やっぱり車の中に入れる時とか、まあ、ちょっと移動する時とかにいいかもしれないですね。まあ、20キロぐらい楽勝っていう人は全然あの担いでもらって大丈夫なんですけど、3万円、うん、はい、ということで今回はこの輪行袋を使ってブレイズとちょっとした旅に出ました。まだいろんな楽しみ方があると思うので、また、うん、ちょいちょいやっていきたいと思います。では本日は以上でございます。そんじゃまた。